なものが欲しいならやり続けるしかないのさ。今より大切なものを見たいならやり続けるしかないのさ。 That's my way, my way. That's way now. That's my way, my way. That's way now. 久しぶりに来ましたよ、京都。大阪はね、はい、何回かこう来てるんですけど、はい、京都にこれ久しぶりに来ましたよ。京都住んでなかったんですよね。京都ね、伏見区の方にちょっと住んでた時期があるんですよ。はいはい、ねえ、だからね、せっかく来たんでね、伏見区の方もちょっと行ってみたいなとか思ってんだよね。ああ、ちょっと時間と寄りましょう。まあ、それはちょっといろいろとスケジュールあるんだろうから、はい、その辺はちょっとお任せしますけれども。はい、まあもし時間があるようだったらまあ行ってみようかね。ということでね、今ちょっと横浜から出てきて、新幹線の中もまあちょっとサラダとちょっとビールぐらいしか飲んでないんですよ。でね、腹減っちゃってんだよね。あ、はいはいはい。うん、京都の朝飯って言ったら、うん、やっぱり八つ橋ですか。八つ橋は八つ橋食べない。あ、八つ橋やっぱ食べないんだ朝はね。うん、あれお食べっていうじゃん、お食べっていうじゃん、お食べね、八つ橋、はい、あれ俺結構好きなんだよね。日記が好きなんだよね。日記のお食べ、うん、うまかった。あれ今回買って帰ろう。それとね、じゃあなんだよ。ということはじゃあやっぱり湯豆腐か。湯豆腐ありますね。湯豆腐やっぱ朝からみんな食うわけだろ。あ、空いてるとこはありますね、あの湯豆腐屋さんで。いやいや、家庭的にはさ、はい、湯豆腐を毎朝出てくるわけだろ。毎朝は食べないです。出てこないの。普通にパンとか食べてましたけどね、うちは。あ、京都。うん、あ、そう。なんかつまんねえな。そうなってくると、うん、じゃあなんだ、あれか、京都ラーメンか、朝から。ああ、まあ空いてますね。第一朝日とかよ、はい、第一朝日俺好きなんだよな。あ、そうですか。あとね、来来亭とかさ。来来亭は岐阜か、はい、岐阜じゃなくて滋賀ね、はい、あと新福祭館、新福祭館うまいんだよな。あそこ、ああいう黒いチャーハンみたいなのも出てくるんじゃん。 あれ好きなんですよね。でも、じゃあラーメンってわけでもねえんだろ。いや、そう、ラーメンはまた別だな。そうですね、今朝からラーメンもないかも。だからやっぱり京都といえば、うん、おばんざいか。おばんざいっていうか、はい、いや、ちょっとね、実は知り合いの料理屋さんがあって、朝ごはんは基本的には営業はされてないんですけど。いや、してないのだろ。はい、してないんですけど、まあちょっと今日てるさん来るいうことで、まあお昼のランチを、ああ、そう、朝からちょっと、あ、開けてくれんの。開けましょうかって言ってくれはるんで。あらら、ありがたい話だね。はい、へえ、まあ、結構ね、小綺麗な料理屋さん。あ、そうですか。はい、でそこでちょいと朝飯を食って。そうですね。うん、でじゃあちょっと行ってみましょうか。はい、ね、うん、で今日はいろいろとちょっと京都の修学旅行でね、はい、社会科見学で、社会と京都の方を回る予定でいるんでね。はい、うん、いや楽しみだね。うん、まあそういったことで朝飯でも食いましょう。はい、よろしく、愛愁。はい、ということでございましてね、このね、長岡京のね、お店にね、ちょっと朝飯の方を入れてきました。今日お伺いしたのはですね、こちら、エンジンさんという和食のお店でございます。まあ、普段はですね、朝食、朝飯の方はやってないんですけども、ランチからディナーまでということでやってるんですけどね、今日は特別に開けていただきましたので、ね、私の方もね、非常に楽しみにします。うん、京都の出汁の文化っていうのを、朝から堪能したいと思います。まあ、そんなこんなとちょっと行ってみましょう。はい、ありがとうございます。すいません。どうもすいません。ありがとうございます。はい、お任せいたします。お任せで。はい、よろしくお願いします。美味しいものをお願いします。はい、ありがとうございます。はい、あ、ビール来た。ありがとうございます。すいません。じゃあ、
じゃあビール来ました。いただきます。すいません、ビール美味しそうなのでいただきました。どうぞ。いただきます。すいません、朝ビールです。いやこんなん飲んじゃったらご飯美味しくなっちゃいますね、朝から。楽しみです。はい、やっぱね、こう横浜なんですよ、はい、だからね、はい、かえってこういう西の、はい、こういうお出汁のね、文化っていうのが好きでね、はい、ね、楽しみです。はい、はい、食前にお出汁を出していただけるんですか。はい、ああ、へえ、お出汁をね先に飲んでくれっていうことで、この出汁の文化の今お話をしたので、ね、ちょうど出てきました。あ、いいですね。うん、美味しい。これ出汁だけですか。少しだけ一汁入ってますね。はい、あの塩とか、はい、はい、はいはい、そうですよね、はい、すごい美味しい。うん、もう美味しい。かつお節、かつおと昆布とね、はいはいはい、ちょっとした昆布の酸味と、はい、あのかつおのこのカレなんとかっていうやつかな。うん、美味しい。これ期待大です。すごい美味しい。うん、なんか来た。はい、こちら定食のハッスン。これハッスンね。はい、ありがとうございます。こちらの方から山芋豆腐と、うん、山芋豆腐、こちら生ハムにクリームチーズが入っています。こちらお魚の南蛮漬けです。あ、南蛮漬けです。お魚なんだ。サワラです。サワラですね。はい、いただきます。ハッスンいただきましたね。いや、これハッスンって何がハッスンなんですか。もともとはハッスンのサイズの、うん、あのヘギの器に、なるほど、あのハッスンで言うんですけど、今はもうあの、なんて言うんですかね、海のものとか、うんうんうん、とかそのお酒のあてになるようなものを入れて、ね、盛り合わせたものをハッスンって言いますもんね。だから、はい、当初はそういうものを、そうです、うん、あの器、そのハッスンの器に出してたから、ね、ハッスンっていうことなんですね。はい、いや、いただきます。よろしくお願いします。山芋豆腐、うん、おいしい。マジか。うん、これは何ですか。一回山芋をすって、すりおろして出汁と合わせて、うん、味で固めてある。山芋を一回するんですって。で、だしを入れてこう合わせて、でゼラチンでこう固めて、でまたこの中のね、だしも美味しい。いや、これは京都の朝一番にしちゃうすごいもの食っちゃってますね、これね。まいっちゃうな。美味しい。そんでこの生ハムのチーズだ。はい、ねえ、はい、うん、うんうんうん、美味しい。これもありがとうございます。うん、この生ハムもいい塩梅ですね。そうです、ね、ちょっとあんまりしょっぱすぎるのもあるんじゃないですか。はい、うん、美味しい。そしてこれはサワラの味噌漬け。生漬けです。あ、生漬け。はい、これ上に乗ってるのなんですかね。ネギと玉ねぎと普通の青ネギですね。うん、はい、玉ねぎも一緒にあるの、南蛮漬けの出汁につけてある。ああ、なるほど。だからこういう色なんですね。そうです。はいはいはい、はい、うん、うんうん、本当は南蛮漬けだ。うん、おいしい。はい、やばいな、これな、朝から。
酒が進んじゃうね。うん、胃袋がもうものすごい動き出しました。うん、これね、こういうのやっぱね、もちろん関東でも食べれるんだけど、やっぱりこっち来るとやっぱりちょっと違うね。うん、まあ、あっという間に食べちゃった。うん、超美味しい。角煮豚の、あららら、すげえうまそう。こちらが、うん、茶碗蒸しになって、茶碗蒸し、はい、へえ、赤だし、あれ、京都はお味噌汁って言ったら赤だしですか、白だしですよね、白味噌ですよね。お正月とかは白味噌ですね。うん、普段は、普段も白味噌とか食べない、普通の合わせの、普通はやっぱり あの合わせ味噌ですか。そうですね。ああ、はい、そうなんですか。なんかね、寝から年中白味噌のお味噌汁飲んでるのかなと思って、ちょっと甘ったるいの、甘ったるいにねえ、はい、あれはあのお通りだけ、お通りだけ、あ、そうですか、へえ、あ、これもすげえいい出汁でね、もう匂いが、香りがいいですね、本当に。じゃあこれも楽しませていただきます。はい、こちら蒸し野菜なんです。蒸し野菜、こちらの塩と大葉のジェノベーゼとありますので、お好みで。大葉のジェノベーゼ、へえ、うまそう。ああ、ほっとしますね。まあでもね、やっぱりそのあの西の方のお味なんで、お味噌汁も赤だしなんですけど、ちょっとやっぱ甘めですね。はい、うん、これはあの別に悪いっていうんじゃなくて、西と東と比べると、あのこっちの方がちょっと丸みがあるっていうかね、甘みがありますね。はい、うん、そう。じゃあちょっと早速もう一発目からこの、あ、もうポロポロで箸で掴めないじゃないですかこれ。参ったな。いや、このあの刺したくないしな。もうね、豚の角煮が今もう箸でペッてやろうとしたらもう取れないんですよ。ポロポロポロって取れちゃって、これがね、こういうふうにほらほらほら、すぐ切れちゃう。これ、これがこういうふうにほら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 って、このぐらいよく煮込んでありますね。いただきます。うん、うまいなこれ。あの豚の臭みっていうかね、はい、あれがあのよく消えてましてね、非常に丁寧に炊いてありますね。はい、ありがとうございます。一気に炊いてないですね。そうですね、はい、はい、3回ぐらいしたよ。そうですね、はい、だと思います。肉の旨味を残してあるし、一気に火かけるとね、やっぱりギュッてなっちゃうんで、はい、美味しいです、すごい。でも想像してたより甘くないですね。そうですか。うん、うまい。でこの蒸し野菜ですかこれ、はい、蒸し野菜、はい、やっぱ野菜は蒸したのが一番うまいですよ。うん、甘みが増します、ね、そうですね、まあ、生も僕は好きなんですけど、はい、面白い。でこの塩と大葉のジェノベーゼ、大葉のジェノベーゼって何ですか。くるみとかナッツ系と、うん、あとオリーブオイルと、うん、あとまあ普通はバジルとかが多いんですけど、うんうん、まあ日本のハーブみたいなもので大葉のジェノベーゼらしいです、はい、うん、京都のイタリアですね。面白いです。まず塩から。うん、うまっ。なるほどね。これ人参も、人参、普通の人参、普
通の人参と、うん、黒人参というちょっと紫色の。なるほど、これは普通の人参。はい、そうです。うん、うまい。亀岡の農家さんが作らはった。あ、京都の北の方のね。はい、うんうんうん。うん、で、これが黒人参？黒人参。あ、これは京都野菜ですか？京野菜。京野菜ではないと思います。ああ、はい、でも。東には絶対ないです。こんな黒人参。多分ね、売れないから作ったらないな。僕多分ね、初めてなんじゃないのかな。記憶にはないです。多分なんか食べてる可能性はありますけど、記憶にない。ちょっとじゃあこれもちょっと単純に塩でいってみましょうか。黒人参っていうやつらしいです。人参だ。人参です。うん。うん。どっちかっていうと人参の甘みはこっちの方が少ないかもしれない。うん。でね、ちょっと芋っぽい。うん。人参の甘みは少ないんだけど、芋っぽいからなんか芋の甘みかな、この最後噛み終わった後に芋っぽいものがバーッと口の中にね、香りっていうかこの風味が広がってきます。ちょっと人参が芋っぽく感じましたね。はい。美味しい、これは。女の人好きじゃないかな。色的にはちょっとどうかと思うんですけど。で、これ何だ？長芋です。あ、これ長芋。はい、はい、これ長芋も炊いてんですか？もう蒸しただけ。うん、うん、うまい。長芋もうまいわ。これは早通りという売りです。早通りね、あります、あります、それは知ってます。はい、これは早通りは。じゃあちょっとこのジェノベーゼってやつ食べてみましょうか。これちょっと単純な味なんでね、多分ジェノベーゼいってみます。うん、ウリだ。ウリです。うん、完全にウリですね。うん、なんかこのウリを食べるとちょっと夏を思い出しちゃうのは僕だけですかね。いや、でもね、売りは大体夏の、うん、そうですよね。なんかちょっと今これから寒くなってくるんだけど、なんかちょっと夏を思い出しましたね。うん、あ、ほんでこのジェノベーゼもうまいですね。ありがとうございます。美味しい。なんかいろんな味がする。なんだって言われると困るんだけど、ちょっとジェノベーゼだと食べてみよう。うん、うまい。この出汁のお味がよくわかる茶碗蒸しですね。見てね、うん、うまい。あ、待て、なんだろうこれ。うん、まあちょっとエビまで入っちゃった。お出汁もそうだけど、卵もそうだけど、これ豆乳とか入れてます？入ってない。なんかちょっと豆腐っぽい味がするんだよな。なんでなんだろうな。麩が入ってるからです。麩か。はい。麩の味が出てるのかもしれない。なるほどね。何食ってもうまいんだけど、一つの膳がバランスがすごい、ここで味が濃いんですよ。ちょっと甘みもちょっとまあ強いんですけども、ほんで蒸し野菜にそんなにっていうか、蒸し野菜自体にはあの野菜のうまみしか出てないですし、で茶碗蒸しがとかくちょっとひと塩とかね、やっぱやりすぎちゃいたがるんですよ。ところがね、これがねすごいさっぱりしてる。これがねちょっと味が濃いとね、やっぱりしつこくなっちゃうと思う。うん、でもすごい美味しい。だからこの今銀杏食いますけど、うん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 、銀杏の味もよくわかる。うん、でエビもねちっちゃいのがこれ入ってましたけど、ものすごいよく伝わった。うまい、うまい。完食です。もう全て完食です。綺麗に食べさせていただきました。よろしくお願いします。ということでございましてね、美味しい料理をいただきましてね、今日はですね、その
料理の方を作っていただいた、店長さんの方にね来ていただいて、ちょっとお話も伺いたいなと思ってます。どうもごちそうさまでした。ありがとうございました。もうね、朝から本当にすごい美味しいものを食べさせていただきましてね、もう大満足です。良かったです。私が求めていた京都の味で。あ、そうですか。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。なんか聞いたところによると、いろんなその、はい、京都のお店で修行なさって。そうですね。でご自分でこのお店を出されたということで、はいはい、どちらでご修行なさってたんですか。もともとはね、はい、まあ、ファミリーレストランにもいたし、お好み焼き屋にもいたし、はいはい、本土町のかぶれんじょの前のお店にも勤めさせてもらったし。ああ、なるほど。はいはいはい。で直前はそれこそ長岡京の居酒屋に行ったんです。へー、はい、じゃあまあいろんなこう、まあ、例えばファミリーレストランの、はい、まあ、味もそうですけども、はい、その何て言うんですかね、ご商売のなんか仕方ですとかね、はい、うん、ああいうのとかも学んで、はい、でお好み焼き屋さんも行って、はい、火加減勉強して、はい、で本土町はかぶれんじょ前の藤田という、あ、藤田さんね、はい、あそこで、はい、8年ぐらい、はい、ああそうですか、はい、であそこでいい出汁の取り方を教わったんです。そうですね、はい、すごい美味しかったです。いい出汁でしたよ。よかったです。すごい美味しかった。でね、塩梅もねすごいいいです。まあ僕が言うのもなんなんですけどもね、関東の人が来ても、はい、これだったらこの塩梅だったら、はい、OK じゃないですか。あ、そうですかね。うん、よかったです。どうなんでしょう、京都の人にとってもいいんでしょうけども、すごい美味しかったな。いいお出汁出してるし、いい塩梅だったしね。うん、で何しろ丁寧でしたね。うん、食べててもうよくわかります。本当美味しかった。うん、まあそんなこんなでね、今この長岡京で、もともと長岡京の方なんですか。違います。あ、じゃあなんで長岡京を選んだんですか。それはね、藤田の後に勤めたお店がたまたまこちらにあって、長岡京 で、はいはい、近くに引っ越してきちゃったんで、はい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 、もう遠くに行くのはしんどいなと。なるほど、はい、もうちょっと慣れた街になってしまった。近いところでする方がいいかな、なるほど、はい、私がね長岡京を知ってた時の長岡京っていうのはね、はい、もうちょっとね、なんていうんですかね、田舎って言ったらちょっと変だったんですけど、いや何もなかったら、何もなかったんですよ、はい。ところが今ちょっと来てみたらね、駅前の方も随分開発されましてね、はい、うん、まあどっちがいいのか、住んでる方にとっては便利になっていいのかもしれないですけど、よそから来るとやっぱりちょっと昔の長岡京の良さが残ってた方のが良かったんじゃないかななんて思ってるんですけども、若干、はい、寂しい感じか、うん、かもしれないですね、はい、まあね、皆さんもね、もし京都に来ることがあってもね、まあみんな京都市内の方に行かれると思うんだけども、この長岡京っていうところにもね、ちょいと足を運んでいただいてですね、ここのエンジンさんに、来ていただけたらなと思っております。まあ味の方はね、もう私がバッチリ保証しますんでね、非常に美味しいものを出してくれると思います。ランチからディナーまでやってらっしゃるんですね。そうです ね、はい、お手頃なお値段でやっていただけるっていうことでね、はい、美味しいもの出していただけるんでね、はい、よかったら来てみてください、はい、美味しいもの食べれると思います。店長、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。また個人的にもよろしくお願いしますので、はい、よろしくお願いします。はい、そんなこんなで、はい、美味しいものをいただきました。よろしく、愛しゅう。いやー、いやー、うまかった。いやもうね、何食ってもうまいね。出汁がね、ものすごい綺麗です。でも丁寧な出汁を取っております。もう非常に美味しくいただきました。でね、店長さんの人柄もね、顔によーく現れててね、女性にどうも人気がある店なんですよ。お店の雰囲気なんかもね、色合い的にも店長の雰囲気もね、非常に女性に人気が出るわけがわかりますね。朝からこんな美味しいものを食べてしまったんでね、なんかちょっと頑張ろうかなと思ってます、今日は気分がいいです、そんなこんなで、ちょっと京都の探索に行ってみたいと思います。よろしく、愛しゅう。動画面白かった。